春になったら木梨憲武自ら中井貴一に親友役をオファー。本物の同級生感が出せた中井貴一がフジテレビ系連続ドラマ春になったら月曜午後10時にコール、関西テレビ制作の本日2月5日放送第4話に出演。主人公椎名雅彦、木梨憲武と48年ぶりの再会を果たす親友役で登場する。直と木梨がダブル主演を務める春になったらは、3ヶ月後に結婚する娘ひとみと、3ヶ月後にこの世を去る父雅彦が、結婚までにやりたいことリストと死ぬまでにやりたいことリストを実現していく日々を描いた笑って泣けるハートフルホームドラマ。連続テレビ小説満腹や大河ドラマ龍馬伝ともに NHK 総合他など、数々のヒット作を世に送り出した福田康氏によるオリジナル脚本で、福田が得意とするシリアスとコミカルが同居した世界観の中で、笑いと感動に満ちた物語を立体的に映し出していく。第4話では雅彦の死ぬまでにやりたいことリストの一つ、仁に謝るを実行するべく、ひとみが雅彦の同級生だった上健一郎を見つけ出すことに。ひとみに背中を押された雅彦は、長年抱えていた後ろめたい気持ちを払拭するべく、喫茶店を経営している上の元を訪ねる。実際に長年の親友で交流の深い中井が親友役を演じることになった経緯について、木梨は雅彦の親友役を考えた時、すぐに中井さんの顔が浮かんで、中井さん1月のスケジュールどんな感じと、その場ですぐ電話しましたと自ら電話して盟友にオファーをしていたことを明かす。続けて、昔からドラマ映画いろいろな場面でご一緒してきて、この間は突然レコーディングのスタジオに呼んで歌も歌ってもらいました。今回もそのノリで春になったらの第4話なんだけどと相談したら、すぐに返事をくれて、本当に長年の友達なので中井さんと共演というだけで嬉しいですし、お芝居セリフのやり取りをするのは本当に楽しみでしたと振り返った。共演を終えて中井さんは、現場にいてくれるだけで安心感がすごいし、出演するとなればドラマの深みが出ること間違いないというか。実際に現場を終えてみても、やっぱり本当に同い年というのもあって、お互いの思いを伝えるシーンなど、本物の同級生感が出せたんじゃないかと思っています。二人のやりとりをぜひ楽しみにしていただけたらと手応えを感じている様子が。第4話、結婚のことは一旦待ってほしい。雅彦が死ぬまでにやりたいことリストを叶えていくにつれて、それがまるで死へのカウントダウンのようで、ひとみは辛さを募らせる。新しい家族を作るより今は雅彦のことだけを考えたいと考えたひとみは、婚約者川上和馬浜田岳に正直な気持ちを伝える。しかし雅彦の心と体のケアをする看護ケア淡野博士三石健から、自分の幸せも考えてほしいと諭されたひとみは、その言葉に一瞬に一番の顔が思い浮かぶも、やはり自分のことを優先する気にはなれない。一方、ショックを受けながらも、ひとみとの結婚を諦めきれないカズマは、あることを決意する。自分のことはさておき、まずは、雅彦の願いを叶えようと考えたひとみは、リストの3つ目、神に謝るを実行するため、雅彦の同級生だった、上健一郎を見つけ出す。しかし、当の雅彦は神に会うのが怖くなったと言い、聞けば中学2年生の当時、好きな人をめぐって雅彦が親友の神を裏切ったのだという。ひとみに
背中を押された正彦は喫茶店を経営している神のもとを訪ねる。久しぶりに会った神は客が正彦だと分かった途端顔をこわばらせ、正彦のことをまともに見ようとしない。さらに48年前のことを謝り、かつての親友に対して謝らなきゃいけないのは僕の方だよというが、正彦には身に覚えがなかった。